今年5月から開催されるミラノ国際博覧会。109年ぶりに会場となるイタリア・ミラノはファッションやデザインの街としても知られる世界有数の流行発信地。歴史的な文化遺産も数多く残るイタリア経済の中心地だ。そんなミラノを舞台に行われる今回の万博のテーマは食。世界およそ140の国地域国際機関が参加し、10月まで184日間にわたって開催される。日本館の出展テーマは共存する多様性。ミラノ国際博覧会では長い歴史の中で育まれた多様な日本食の知恵と技術を世界にアピールしたいと考えている。参加国の中でも最大級の広さを誇る日本館。パビリオンの外装は釘をほとんど使わない日本の伝統的な木造建築技術で作られている。日本館の展示はチームラボの猪子俊幸、ライゾマティクスの斉藤誠一、初夏の刺繍ほか、世界で活躍する日本のトップクリエイターたちが手掛ける。そんな展示ゾーンは食をテーマに最新技術で演出された体験スペースを中心に構成される。日本の食の産地を五感で体験できる映像装置や、食にまつわる地球規模の課題とそれらに対する日本のソリューションをビッグデータや映像を組み合わせてインタラクティブに紹介するゾーン。さらにはダイナミックな参加型エンターテインメントシアターなども設置される。2階では強風カウンター解析の本格日本食レストランと、和牛やそば、カレーなどバラエティ豊かなブースからなるフードコートが展開される。隣接するイベント広場では全国の地方自治体や団体が参加し、日本の食、食文化に関連したワークショップやパフォーマンスが催される。また7月11日に開催されるジャパンデーでは、日本の伝統文化やポップカルチャーをアピールするさまざまなイベントが行われる。世界に向け日本の食、食文化を発信する絶好のチャンス。ミラノ国際博覧会は2015年5月1日から10月31日までイタリア・ミラノで開催される。